アップタウン。アップタウンは、米国ルイジアナ州ニューオーリンズ市内の大きな部分を占める地域の名称である。アップタウンは、19世紀に開発されたミシシッピ川東岸のフレンチクオーターか、ジェファーソン軍との境界線に至るまでのいくつかの地域を含んでいる。アップタウンは、ニューオーリンズ大都市圏において、経済的、人種的、民族的に最も多様な地域の一つである。 住宅地、小規模な商業地域が混在し、19世紀に建設された建築物が今なお豊富である。歴史的にはアップタウンとは方向を指す言葉であった。ミシシッピ川の流れの上流側という意味である。ルイジアナ外周の後、米国の他の地域から移住してきた人々は、古いクレオール街の上流側に住宅や店舗を建設するようになった。19世紀には、 カナルストリートがアップタウンとダウンタウンを境界線として知られるようになった。ダウンタウンは主にフランス語を話す地域であったのに対し、アップタウンは主に英語を話す地域であった。アップタウンの境界線の定義はいくつかあり、最も地域を広く捉えている定義は前述の歴史的定義である。これによると、カナルストリートより上流側は全てアップタウンということになり、 市の約1、3が含まれることになる。最も狭く捉えた定義は、ニューオーリンズ市都市計画によるもので、ジェファーソンアベニューとセントチャールズアベユーの交差点を起点とした、周囲12ブロック程度の地域をアップタウンとしている。しかしながら、現在のニューオーリンズ住民の大部分が考える、アップタウン地域はいずれの定義とも異なっている。正確な境界線については議論の余地はあるものの、 通常、アップタウンといえば、中心業務地区よりも上流側のミシシッピ側に近い地帯のことを指す。より厳格な定義も存在し、それによると、ナポレオンアベニューよりも上流側からジェファーソン軍の境界線まで、また内陸側の方向でいうと、ミシシッピ側からミッドシティまでの地域のみがアップタウンとなる。アメリカ合衆国連邦政府が指定した。 国定史跡としてのアップタウンの境界線は、ミシシッピ側からクレーボーンアベニューまで、ジャクソンアベニューからブロードウェイまでである。通常アップタウンの一部と解釈されるその周辺地域は、別個に国定史跡に登録されている。アップタウン地域は植民地時代には主にプランテーションだったが、19世紀に開発が進んだ。ラファイエット、ジェファーソンシティ、グリーンビル、 キャロルトンなどは、もともとそれぞれ別個の町として開発されたが、ニューオーリンズが川の上流側へ拡張されていく、流れの中で統合されていった。19世紀に米国の他の地域から移住してきた人々と、イタリア、アイルランド、ドイツなどからの移民たちがこの地に定住するようになった。アップタウンでは、従来から相当規模のアフリカ系アメリカ人住民が存在した。 国勢調査のデータによると、アップタウンでは、民族的、人種的に混在した住宅地は19世紀から20世紀初頭にかけても一般的であり、今日もその状況は変わっていない。一部の定義では、クレーボーンアベニューの裏側のブロードムーは、ホンテンブルー地域などもアップタウンとしているものもある。2005年、ハリケーンカトリーナがニューオーリンズを襲った際、 他の都市地域同様アップタウンも風害により建物が被害を受けた。アップタウンのほぼ全域で大規模修繕を必要とする屋根の損壊、窓の破壊の被害があり、ところどころで風によって吹き飛ばされた建物が見られた。1900年以前に開発された他の地域同様アップタウンも高台にあるために新興地域と比べてハリケーン後の水害は少なかった。 クレーボーンアベニューに近い地域など、水位の上昇により、被害を受けた地域もある。1909年のグランドアイルハリケーン、1995年のルイジアナ洪水など、20世紀に入ってから起こった洪水によってもアップタウンは影響を受けたが、ハリケーンカトリーナ後の洪水は、1849年のソーベのクレバス以来の被害をもたらした。この地域の古い家屋の多くは、 大洪水に備えて、通りから1メートル前後高く建てられているが、ハリケーンカトリーナ時にはそれでも浸水した家屋もあった。しかしながら、セントチャールズアベニューからミシシッピ側寄りの地域と、周辺の地域は浸水の被害から逃れた。ニューオーリンズ市内で浸水しなかった地域としては、この地域が最大である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。